こんにちは、柳田理香の一日一科学。給食で人気のあるおかずは一体何でしょう。生活協同組合パルシステムが小学生の子供を持つ30歳から49歳のお母さん1000人にアンケートを取ったところ、次のような結果が出ました。まずお母さんたちが自分たちが小学生だった時に好きだったものは、1位揚げパン。油とパンですから黄色の食品ですね。2位カレーライス。ご飯が黄色、野菜が緑、お肉が赤、バランスのいい食品です。3位ソフト麺。これは昔あった柔らかいうどんのような麺のことで、黄色の食品です。4位炊き込みご飯。ご飯が黄色、鶏肉や油揚げが赤、野菜が緑、これもバランスがいいですね。5位わかめご飯。わかめがミネラルたっぷりで赤、そしてご飯が黄色のメニューということになります。さあ、それでは注目の今の小学生たちが好きな給食のメニューは、まず5位バーン、スパゲティ、黄色の食品です。4位バーン、オムライス、卵が赤、ご飯が黄色ですね。3位カレーライス、今も昔もみんな好きなんですね。2位ハンバーグ、これは赤の食品です。さあ、注目の1位はドゥルルルシャーン、鶏の唐揚げ。これは鶏が赤、油が黄色という料理になります。こうしてみると、昔の小学生はエネルギーになる黄色の食品が、今の小学生は体を作る赤の食品が好きと言えそうですね。今日の一日一科学、今も昔もカレーライスは人気がある。カレー美味しいですよね。僕も高校の頃、学校の食堂で3杯食べてました。また明日。